友達の失敗が嬉しいなんとこれは愛情からくる気持ちだそうです今日はそのシャーデンフロイデという感情を解説しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい突然ですけどこのようなことはありませんか 自分はこんなに愛しているのになんであの人の気持ちは冷めているんだろうこれほどあの,人あの人のために行動しているのになんで彼女は振り向いてくれないんだろう子供のためにと思って全てを捧げているのに子供はいつも身勝手やこんなに愛しているのにてんてんてんこのような気持ちは全て 愛情から来ているそうですこの本に書かれていましたシャーデンフロイデ他人を引き,引きずり下ろす快感中野信子さんが書かれた本ですね このような愛情が強くなればなるほど失敗したらいいのにとか失敗したら喜んだりとかねなんかこう身勝手にしてる人自由に生きてる人を引きずり下ろしたくなるそうなんですよね、はい、失敗喜ぶようになったり失敗することを願ったりするということなんです。これは特に 愛情を大事にして生きている人が陥りやすい問題だそうですね。まあ、これ問題かどうかっていうのはまた後で考える必要があると思うんですけど陥りやすい状態だそうです。はい、なので愛っていうのは絶対的に美しくて絶対的に正しくて絶対的に正義だってそういうふうに思い込めば思い込むほど危険なんですよ。はい、だから今日はこれです。 もうシャーデン・フロイで他人を引きずり下ろす 体感についいいてて、えー、お,お話し,したいなと思っています、えー、この動画を最後まで見ていただけたら愛という感情の良い,い面と悪い面を理解できて自分らしい自分に合った距離感愛情の距離感っていうのをつか、えー、むことができ,できると思います、えー、どういうふうに他人と関わったらいいのかなとそういうことを考えるきっかけになると思いますので最後までご視聴ください はい、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための考え方や行動習慣を全力で紹介していますもしあなたが自分らしく生きたい最高の自分を表現して生きていきたいんだそのように思っているのならチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいて仲間になってもらえたら嬉しいですはいということで早速本題にいきましょう、えー、まあね、えー、この本を解説していきたいんですけど、まあ、シャーデンフロイデ とは何なのかってことじゃないですかまずはねシャーデンフロイデっていうのは、えー、誰かが失敗した時に思わず湧き起こってしまう喜びの 感情です、ねまあ、失敗した時に喜ぶっていうのはなんかこう後ろめたい気持ちじゃないですかなんかこう失敗した時にイエーイってこう大っぴらに喜べないじゃないですかだからこれっていうのはなかなか公言できないんですよね俺失敗した,時した時に嬉しいねって聞いたことないでしょあんまり、はい、でも誰もが持つ自然な感情だそうですはいこれはね全ての人が持ってます愛に愛を否定してる人は出てきにくい そうなんですけど愛は大事なんだ愛情っていうのは素晴らしいものなんだって思えば思うほどこのように他人の成功を妬んだり他人を引きずり下ろしたくなるそういう気持ちが自然に湧いてくるそうなんですよ。特にね自分と何やろう 自分がなんか嫌いな相手、友達であったりね、んやろ成功者、なんかイケメンで、お金持ちで、なんかいけすかへんなと思ってる成功者、そういう成功者の、まあ、成功やったら特にそういうような気持ちが湧いてくるそうなんですよ。あれ、あるじゃないですか、あのあピコンピコンちょっとあれ消しますね。ピコンピコンって LINE の,の音ね。LINE の音消しましょう。はい、LINE の音消しちう。はい、消して。 特にね、あのー、不倫不倫誰かが不倫とか浮気したらものすごい勢いでバッシングするじゃないですか。あれって誰得なんですか。もしあなたが、えー、有名なス何やろあのアイドルとかをが不倫しているのをこうバッするとするじゃないですか。誰が得するんでしょう。もしあなたが大好きなアイドルでその人が 不倫してた浮気してたって言ったらちょっと悲しいなって思う気持ち自然に湧いてくると思うんですよでもその人のファンでもなくて全くの他人全くの他人の不倫のスキャンダルを罰してしまうこれみんなやってしまってるじゃないですかこれ誰も得しないですよね はいまあ、あえて言えばあのー、あれですよねあのん、ー、やろ週刊誌ぐらいじゃないですか、まあ、週刊誌っていうのはまさにそのこのシャーデン・フロイデという感情をうまく利用して、えー、ビジネスモデルを作っている会社ですよねはい人間が自然に湧き起こっているそういう無意識な感情っていうのを刺激してそれであの発行部数を伸ばしてビジネスモデルを、えー、ビジネスをうまくやっているところですよねはいでも僕たち一般人が成功者の不倫をバッシングしても誰も得しないでもこれはね 実は得してるんですよ得ししててるるんんでですすよよそうなんですよこちらの方に書いてたんですけど、えっと、ちょっと読みますね読みますねえっと、えー、特にねなんやろそうやってイケメンとかがね成功とかしたらこういう風に思うそうなんですよなんやろあいつこびを売ってまで利益を得たいのか汚いやつずるい許せないでそんな人に不倫のスキャンダルとか困ったことが起きたらなんやろ、えー、いい君だ調子に乗るからだ どうせならもっと痛い目に遭えば面白いのに死ねばいいのに、まあ、ここまでね強く思うことはないかもしれないですけど少し思う気持ちもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、な,な,なぜこのように思うのかっていうのはこれはねこう思うことで不倫している人を罰することで僕たちはみんな得してるそうなんですよ。得してるみたいなんですよ。 はい、これどういうことかというと人間っていうのは集団を構成することで生存確率を高めてきたつまりみんなと一緒になった方が、えー、と生きていく確率が上がるみたいなんですよ。 特に日本はそうです。自然災害が多いじゃないですか。まあ、台風起きたりあの、火山が噴火したりね、地震が起きたり、地割れ起きたり、まあ、地面が割れることはん、ま、少ないやろうけど、まあ、いろんな自然災害がある中で、一人で生きていくよりも、あのグループをため,めて集団で生活していく方があの危険察知がしやすいし、まあ、食料とかを分け与えたりとかする中で、やっぱ生存する確率が上がるそうなんですよ。だから、人間っていうのは、社会性っていうのがこう備わっていて、こうグループの、なんや、こう、 人とつながることを喜びと感じたり人と人とのこうつながりを作ろうとする積極的につなつなあの作ろうとするっていうのが本能的にプログラムされてるんですよなぜなら生存確率を上げるため種,種の生存をこう維持するためです はい、でこのそのそういうグループの集団の秩序を維持するために大事なことは何だろうそのグループのメンバーと全然違うことをやってたり違うことを言ったりルールを破る人を非難したり排除することそれが自分たちの命を守ることにつながってくるんですよねだってみんながルールを破ってみんなが自分勝手に生きてたらみんな独りぼっちになるじゃないですか一人ぼっちになると 生存確率が下が下るんですよだからそういうふうにルールを破ろうとする人ルールを変えようとする人そしてルああ自分勝手に自分の考えとは違うことをしようとしている人そういう人を排除しようとしているんですよねで一般的にそ不倫とか不倫とか浮気っていうのは、まあ、悪いものと考えている人が多いじゃないですかでそれを許してしまうと、えー、秩序が乱れてしまって集団が崩れていくんですよ崩壊しちゃうんですよそうなると 危険だからスキャンダル知ってる人を罰するんですよそうすることが僕たちに命を守ることに繋がるからっていうことみたいなんですよで、この本にも書いてたんですけど戦争っていうのはルールを破る人が起こしてるんじゃないルールを守る人が起こしてるんだっていうような統計があるみたいですねルールを破った人じゃなくてルールを破った人を正そうとするその人を排除しようとするそういう動きから そそういうううういいいい動ききからそういう戦争っててのが起きてるみたいなんですよ、ね、でだからこそまあ愛情っていうのは、まあ、その戦争を起こす,起こ,す起こさないのがいいとか悪いとかっていうのは、まあ、人それぞれいろんな価値観があると思うんですけれどもそもそも愛情っていうのは絶対に 絶絶対対的的にに美ししくて絶対的に素晴らしいんだそういうふうに考えていて何も頭を使わずに無執行にそれを受け入れてしまう愛情は素晴らしいってことを受け入れてしまう愛情は正義なんだって受け入れてしまう人ほど人を攻撃したくなるっていうことなんですよだからこそ愛情っていうのは麻薬なんですよ愛情は麻薬 麻薬なのでちゃんとそのの麻薬の取り扱いは注意すすることが必要ですそうしないと人との関係が崩れていく可能性もあるということなんですね。じゃあ具体的にどういうふうに愛情と付き合っていったらいいのかということです。これ3つの話があるんですけれどもまず一つは愛情は絶対的に正しいということを 疑うということなんですよね。愛情っていうのは美しくて正しくて正義なんだ。そういう風うに思い込んでしまえばしまうほど、なんだろう、頭で考えなくなる、思考停止になるんですよ。ね、人に優しくすることはいいことなんだ。困ってる人は助けることはいいことなんだって、こう依頼を切開をしたり、相手が全然望んでないことをプレゼントしたりするってことなんですね。その結果、なんやろ、相手にも喜んでもらえなかったり、お互い気を使い合って気を使い合って望まないものをプレゼント 年としやそういう関係になることもあるんですよね。はい、だからちゃんとね、えー、まず一つは愛っていうのは絶対的に正しいものではないということをちゃんとまず考える。これがすごい大事なのかなと思ってます。で、これ愛情っていうのはね、そのもう少し詳しく言うと、そのオキシトシンという物質。 愛情ホルモンと言われてるんですけどそのオキシトシンという物質は人とのつながりとか優しい言葉をかけてもらえたりとかハグをしたり触れ合っている時にオキシトシンというのがこう出てきて幸せやなっていうふうに感じるみたいなんですよでそのオキシトシンが出てる時は幸せやなって感じるんですけどさっき言ったようにそ,のそうでは自分がこれだけや愛しているのに何も見返りが。 来ななかっったたら怒りりの感情に変わんやろ自分がこれだけやってるのにその思った通りに動いてくれなかったらなんかこう憎しみに変わったりねでルールを破ったり地図上を乱す者がいたら排除してしまおうとするんですよだからオキシトシンが出,出るイコール丸ってことではないんですよねそこをちゃんと理解することがまず一つ目大事なのかなと思います愛は絶対的に正義なんだって思い込まないことですじゃあ二つ目これ二つ目っていうのはえっとえー 愛情はすごい大事なんですけど一つ一つの行動言動を意識的に選択する自分で選ぶということなんですよ。うん だこう無思考で行動する、愛は素晴らしいんだじゃなくて、この行動は相手のためになる、この発言はその相手のためになるというのをちゃんと頭を動かす、自分で考えるということなんですよ。自分で考えて、相手の立場もちゃんと理解した上で、こういうプレゼントをやろうと、一つ一つ、ルーチンワークでやるってなんも考えずに、こうやればこうやるっていうようなテンプレ化するっていうのが一番危険なんですよね。そういう人が同調圧力を生むんですすよ、はい、そうしない人を排除するんですよ。 愛っていうのは絶対的に素晴らしいのになんであいつだけみんなと違うことをやってるんやってって排除するんですよね無言の圧力をかけてしまうんですよそんなん苦しいじゃないですかねだからこそ一つ一つの言動がその人のためになっているのかっていうのを自分が意識的意識するんですよ無意識じゃないですよ考えて自分で選び取る自分でちゃんと意思を持って選択するこれが2つ目大事なのかなと思っていますそして3つ目これは 違うううっていいこことととを理解するということでするで自分と違うことをやってるグループのメンバーとは全然違う方向へ行っているだからダメなんだじゃなくてみんなと違うことをやってるから罰ではなくてどういう気持ちでどういう立場でどういう考えでその行動をやろうとしているのかっていうのをちゃんと批判の目線っていうのを置いといて相手の目線に降りてそしてちゃんと相手の話を理解しようとするその気持ちが大事なんですよっていうことなんですねそうみんなと違ってるからダメとかじゃないですよ そうじゃなくてちゃんと自分の感情っていうのをちゃんとフーってリラックスして落ち着いてフラットにして真っ白にした状態で相手の意見を聞く相手の自分と違うっていうことを理解しようとするそれがねものすごく大事なのかなっていうふうに思っています。はい、ということで今日のテーマは、はいえー「他人を引きずり下ろす快感シャーデン・フロイデについて、えー、お話ししました。 愛情という気持ちが強くなればなるほど他人を引きずり下ろしたいとか自分の思った通りにしたいとか何でこれだけ自分がやってるのに返ってこないなっていう憎しみが湧いいてきたりすするととうことですだから愛っていうものとちゃんと意識的に愛情っていうことを考えて意識的に選択することが大事なんですよと。 いいうことだとだ思いますす具体的には3つですねまず1つは愛情は正義なんだってその思い込みを外す、うん、愛情っていうのは麻薬でありいい時もあるし悪いとこもあるそれをちゃんと自分でうまくコントロールできるようにするそれが大切なんじゃないかっていう提案ですで2つ目これはそのコントロールにつながるんですけど一つ一つの行動を自分で考えて自分で選んで行動するということですはいたった一つのこれが正義なんだって思い込んで一つ一つだけの観点で考えたら 世界が見えなくなくります愛情とかそういう愛情でもやがかかってしまって本当に正しい選択ができないこともあるんですよ。だからこそ 人愛情っていうものに振り回されるのではなくもちろん愛情を味わうことは大事なんですけれども振り回されるのはまた別です愛情っていうのを意識的にコントロールできるように自分で考えて行動できるようにするこれが本当に相手のためになる行動につながっていく可能こともあるんですよね良、ね、かれと思ってやってることが相手のためにならないことこれもあるので一つ一つのこの行動この言葉が相手のプレゼントに本当になっているのかなっていうことを考えるということです、はい、で3つ,目3つ目は、えー、と違うっていう ということを理解する みんなと違うからダメとか自分と違うからあいつはブーなんだじゃなくて相手の立場で自分の感情をフーってリセットした上で真っ白な視点で相手の、えー、意見を考えを聞くということ理解しようとするその気持ちがすごい大事なんじゃないかなっていうお話でございました、えー、ものすごい面白い本でしたシャーデン・フロイデもしよかったらご覧ください概要欄にも貼り付けておきますはいということで、えー、少しでもね今日の動画が参考になった勉強になったお勝ち頑張れという 方はいいいねボタンしししてくくれたら本当に励みになるのでよろしくお願いします、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための考え方行動習慣そして生き方ライフスキルを全力で紹介しています、えー、もし興味がある方はチャンネルとあここじゃわこうね <laughs> チャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあと SNS でも毎日発信してますので概要欄からつながってくださいはいじ エンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。今日もありがとうございます。See you.